鉄道も混雑が始まっています。 JR によりますと午前中東京駅を出発する各新幹線の下りは指定席がほぼ満席になっていて、東海道新幹線では自由席の乗車率が 150% に達した列車もあったということです。できればずらしたかったんですけれども、どうしても休みがここしか取れなかったので、もうそれは諦めて、はい、楽しんでまいります。泊まるのが楽しい、おばあちゃんに会いに行く楽しい。そして高速道路です。下りでは午前11時現在、東名高速厚木インターチェンジ付近を先頭に10キロ、関越道高坂サービスエリア付近を先頭に10キロ、東北道久喜インターチェンジ付近を先頭に9キロの渋滞になっています。